行くぞみんな! どうしてあなたが? ここは関係者以外立ち入り禁止のはずです 入り口は一つ 警備員が厳しくチェックしている どうやって入ったの? 警備員に何かした? 一体何者なの? ひょっとしてクレミそうですかいえ何でもありませんエデン症候群について調べに来たんですね何か聞きたいことはありますか 質問があれば答えます。誤解しないでください。痛くもない腹を探られたくない。潔白を証明しておきたい。私は神代に世話になっている人間ですから。少しく。 最近運ばれてきた患者ですね。数日前にはいなかった。
何か気になる点でも。え？この人、あなたに似てませんか？ひょっとして、ご兄弟とか。そうですか。でも、他人の空似にしては。どうなるって、見ての通りです。エデン症候群の患者、それ以外の症状は聞いたことありません。違った症状かな？治った人がいたと、私が知っている人で、最も長くて8年。でも、きっと大丈夫です。いつか、きっと目を覚まします。待つしかないんです、今は。それは誤解です。間違いです。神代もエデン症候群を治療したいんです。そのためにこうして特別治療室だって用意した。専門医たちが治療法をずっと研究し続けています。エデンのせいで誰かが不幸になるなんてあっちゃダメなんです。何とかしなきゃいけないんです、私が。会話の弾んでいるところを邪魔してすまないが、招かれざる客の登場だ。こんにちは、ケビンさん。お仕事お疲れ様。ああ。リエさん、今日は来ないはずなのに。ケビンさんのたくましい大胸筋。リエ、見てるだけ。ああ。我慢できない。つつ。岸辺様、仕事中ですので。うん、お堅いのね。岸辺理恵、背後のお出ましか。神代の上役が何をしに来たのか気になるが、必要な情報は手に入れた。長いは無用、そこを出なさい。おっと、私の方には来客だ。ではロビーで落ち合おう。慌てず騒がずな。隠れて、早く。ゆうこちゃん、お元気？リエさん、今日はどうしたんですか？入室予定者のリストにはなかったと思い、ちょっとねえ、大好きなゆうこちゃんの顔が突然見たくなっちゃったんだな。私が一人でいるのが心配なんですか？ビビビッときたのよ。またゆうこちゃんがほら辛いでしょ、いろいろ。別に。強がっててもお姉さんには分かっちゃうんだな。いえ、別に何も。ピクニック的な？はい、いえ、
違います。そのゆうこちゃん、なんか変じゃない？私たちの他に誰かいたりして、ひょっとして、そんなこと、それとも彼女さんかしら。ちょっとさ、あそこの部屋とかやらしいじゃなくて、あやほら、観念して出ていらっしゃい。ゆうこちゃんズラコのリエお姉さまがゆうこちゃんの保護者として責任を持って、大人のか。なんだ、誰もいないじゃない。でもゆうこちゃん、別に構わないのよ。彼氏の人、あたしなんてゆうこちゃんくらいの時には。それじゃあ本命の彼の様子覗きに行こう。私たちが揃って顔を見せたらきっとよろ…はい。あの人、どこへ。行くぞみんな。トリア、君がいてくれてよかった。行くぞみんな。トリア、そう、君がいてくれてよかった。行くぞみんな。続けていこう。行くぞみんな。行くぞみんな。